はい、皆さんこんにちは。本日の動画は最近よく行くお気に入りのアクセサリーショップの紹介をしていきたいなと思います。一番最初のね、あの小物紹介の動画で基本的には僕が持ってるアクセサリーはほぼほぼ載せてるんですけど、最近ねこのバングルをちょっと購入したので、まあよくよく考えると僕なんかそこでほぼほぼここの4つは全部もうそこのお店で揃えてるので、まあ、今回紹介できればなと思います。お店があの原宿にあるこの、まあ、ポケットっていうアクセサリーショップなんですけど、基本的に原宿行く方結構ご存知の方ほぼほぼ多いかなと思います。中でこの職人さんが作りであのアクセサリーをオリジナルで作ってるんですけど、その中にはねこのエルメスのジャンボみたいにちょっとあのヴィンテージとかそういうなんかアクセサリーとかも置いてるあのショップになります。一個一個細かく説明していくと、アンティークのティースプーンで作られたリングになります。人差し指に、まあ、こういう風につけてるんですけど、まあ結構お気に入りですね。で今回買ったこの、まあ、バングルなんですけど、まあ、シルバーのね細身のバングル でちょっとこう波打ってるデザインがなんかちょっと上品かなと思って、こんな感じなんですけど、でまあこのね僕がもともと持ってる、まあ、ルイ・ヴィトンのものとこう2連でねこういう風につけたくて、購入しました。でこれもちょっとトムウッドみたいではあるんですけど、ここでオリジナルで作ってるあのリングになります。基本的に僕右手の中指にこういう風につけますね。でこれがエルメスのジャンボです。つけるとこんな感じなんですけど、これもたまたまあの行ったタイミングであのなんかこれがショーケースにねこう入ってて、あすごくいいなと思って購入をしました。はい、全部つけるとねこんな感じなんですけど、こんな感じです。まあ、そこまでね高くない割に、まあちょっと普通におしゃれでまあいいシルバーのアクセサリー欲しいなみたいな方がいらっしゃったらすごくおすすめですね。はい、というわけで本日の動画は僕がよく行く、アクセサリーショップの紹介動画になるんですけど、おしゃれでかっこいいねこういうシルバーアクセサリーいっぱい売ってるお店なので、ちょっとアクセサリー欲しいなみたいな方がいらっしゃったらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。グッドボタンとあとチャンネル登録もぜひしていただけるとすごく嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。